XB-48XB-48XB-48 はアメリカ合衆国のマーチン社が開発した試作ジェット爆撃機である。XB-48 は1940年代にアメリカ陸軍航空隊がジェット爆撃機を導入するために航空機メーカー各社に開発させた機体の一つであり、アメリカ陸軍航空軍が1944年に 提示した重量8万ポンドから20万ポンドまでの範囲の中型爆撃機に対するものとして開発されたものである。この要求に対して開発されたものが、マーチン社の XB-48 のほか、ノースアメリカン社の名 -130、コンベア社のモデル109と合わせて1945年組と呼ばれる機体群であった。この 1945年組はいずれも直線翼の中間部にジェットエンジンを装備したレシプロ時代の中型爆撃機をそのままジェット化したような機体であった。これらのうちが -130 のみが B-45、トーネードとして1947年に正式採用に至り、XB-48 は正式採用に至らず試作機2機のみが製造された。その後、 後退翼を取り入れた革新的な設計の機体であるボーイング社の B-47 爆撃機が1948年に配備開始されると B-45 も退役している。XB-48 は1947年6月22日に初飛行している。開発作業そのものは比較的順調に進行したが初期のターボジェットエンジンは 効率が悪い上に推進力も弱かったために、レシプロ爆撃機の B-26 とほぼ同じ大きさにもかかわらず、6機ものエンジンを必要としていた。さらに、工術のスリット構造により、他の2つのライバル機よりも、速度や航続距離などの性能的には劣っており、1945年組を追い越す形で、本命となった B-47 と比べると、最大速度が、 時速 100km も遅いものであった。B-45 の採用と B-47 の配備により、XB-48 の開発計画は1948年に破棄された。XB-48 は、基本的には直線翼の中型走発レシプロエンジン爆撃機を Z 化した機体だが、最大の特徴として、 ジェットエンジンを左右の主翼中ほどのゴンドラ様の構造に3機まとめて入れた形状をしていた。3機のエンジン間にはスリット状の空洞が設けられており、これは流入する空気の流れによって推進力を増やそうとする意図に基づいていた。この複雑な構造は空洞実験では高い効果を示したが、結果的には大きな空気抵抗となっただけでしかなかった。 後着装置は自転車式であり、胴体全部と後部に主客を設置し、主翼中ほどに補助客を設置している。ありがとうございます。